福井県の南城サービスエリア、南城サービスエリアで休憩します。ちょっとだけ食べます。お兄ちゃんはまた熟睡。みたらし4本と肉巻きおにぎり、お昼ご飯。いただきます。いただきます。おいしい、柔らかい。違うね、福井ティタンやと。福井ティタン、でも抱っこしたらな。怖がっとる。上上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 
見えた？これね、見えるよね、顔もちゃんと。ちょっと小腹が空いたので、ちょっとしたレストランでご飯を食べます。昼飯食ってねえもんな。食うな。あ、ちょっと暑いか。こっち。皆さんトイレ。また孫の面倒はじいじ。こんな魚やれ。やっぱちょっと生臭いな。そうですけど立ってね、本当立ってね。今日はキャンピングカーではなく、福井駅前にあるホテル京福福井駅前店、こちらに宿泊します。京福かと思ったら京福って書いてある。もう思いっきり福井駅の前。東横イン、ルートインはだいたいどこでもあるな。1万ポンド。その1、軍の陣中用が。なんか商店街っぽいところに出てきた。今日ママさんが予約してくれたのが、食い物屋ワンの個室。ほぼ個室やな、ここ。すごいな。はい、どうぞ。ありがとう。ご利用ください。ちょっと待って。滋賀県。元手練りおばちゃんね。乾杯。乾杯。お水？あ、ないかもしれない。おお。みんなマジで卵食べ。おいしいおいしい。これの焼けはしないと。あ、うん。満面の笑顔を押し隠して静かの力となれたすごいね。これはサーモンうまそうやぞ。これ5点盛りじゃなくて1、2、3、4、5、6点盛りや。パパしてあげる。おじいちゃん。
あーうまかったなここ。食い物屋ワンさん、ここはおすすめです。本日の2軒目、さっき居酒屋行ったんですけど明日朝早いんで今日は2軒で終わります。で最後の1軒目、まだ分からんけどこれが最後になるかどうか分からないですけど、ポンちゃんが好きなザルそばを食べに来ました。ザルそばを食べに来たんですけどママはソースカツ丼を頼みました。福そばさん、駅のすぐそばにある福そばさんでそばを食べたいと思います。美味しそうやね。福そばさん、これミニソースカツ丼とかけそば。ありがとう。美味しい。でも熱いんや。細めや。大好きなソースカツ丼。うまい。美味しい。食べてみよ。栄養的にはいいかも。カツ食べて。失礼します。カモセイロになります。はい、失礼します。うまそう。どうやって食べるの？本当にね。おばさん、カツ食べてみる。ここの方がうめえか。うん。これどうやって食べるのかな。ここに一緒に混ぜて。あ、はいはい。こちらの場合になって、余ったお汁と一緒に召し上がりください。はい。失礼します。ありがとう。ご注文以上でよろしいですか。はい。ごゆっくりどうぞ。うまそうじゃん。うん。これ、なの？何だっけ？つけ、つけとろそば。うん。いらない。クリームとごちそうさま。おかわりできるのか。うん。おいしい。そば足りなかったんちゃう？うん、まっ。ああうまかった。ごちそうさまでした。ここは本当美味しかったな。美味しかったかリュウマ。美味しかったか。美味しかった。うん、あ夜も活気があるな意外と。レモンスター、ここも活気があるな。おった。これを見てます。これを見てます。
うっ南口改札口リョーマ、これ会場ある。ほろ。ほろ。